パフォーマーはアップルコンピューターがマッキントッシュパワーマッキントッシュのローエンド機として発売したパソコンのシリーズ名である。1992年から1997年まで生産された。パフォーマーはマッキントッシュのローコストの製品で主に PC 初心者やホームユース向けとして発表された。クラリスワークスなど多くのソフトウェアがバンドルされ、キーボード、 マウス、モデムなどが付属し、箱から出したらすぐに使える商品構成であった。この構成は、後の iMac へと継承されたほか、IBM 系の PC、a t 互換機や、日本の NECPC-9800 シリーズにも影響を与えた。初心者ユーザーへの対応として、操作方法を学習するソフト、 マッキントッシュツアーや充実したマニュアルを付属させたほか、無料電話相談サポートのパフォーマホットラインや修理サービス、ピックアップデリバリーの展開、また、パフォーマユーザーなどの Mac ビギナーを対象とするサイト、パフォーマタウンを Apple ェブサイト内に設けるなどしていた。初期のパフォーマシリーズのベースとなった、ディスプレイ一体型のマッキントッシュ LC パフォーマイ以前、 マッキントッシュには、旧来の構成で販売される廉価機として、小型ピザボックス筐体、および13インチトリニトロンディスプレイ一体型の、マッキントッシュ LC シリーズと、マッキントッシュの伝統的な形状であるモノクロ9インチディスプレイ一体型の、マッキントッシュクラシックシリーズを、ラインアップしていた。当初のパフォーマシリーズはこれらの機体をベースに、ソフトウェア、 キーボードをバンドルした形態となった。13インチトリニトロンディスプレイ一体型の LC5XX シリーズをベースとした機体が初期のラインアップだったが、マッキントッシュカラークラシック2をベースとしたパフォーマー275もラインアップされていた。しかし、OS、マウスのみバンドルの LC シリーズとほとんど変わらない、販売価格で提供したため利益が少なくなり、 当時存在した p c a t 互換機との競争が激化したこともあって、アップルにとっては売れば売るほど赤字になる商品となってしまった。この世代のパフォーマーとしては、最後の製品になるパフォーマー588では、製造コストを下げるため、内蔵ディスプレイをトリニトロン管から湾曲のきつい安価なシャドーマスク管に変更された。アップルは1994年に、 CPU を従来のモトローラ 68000K からパワー PC シリーズへと変更したパワーマッキントッシュシリーズを発売する。米国でリリースされていたパワーマッキントッシュ 5200LC をもとに付属品などをパフォーマーとして仕立て直されたのがパフォーマー5210である。5XX シリーズよりさらに高解像度のグラフィックス表示能力が求められ、 15インチディスプレイを内蔵。このため、筐体デザインは大きく変わり、全く新規のものとなった。CPU には、低消費電力、低発熱の PowerPC603 を採用した。拡張スロットは引き続き、PDS スロットと、モデムラン用の m a キン i n t o s h CS スロット。PowerPC を採用しながら、従来機種との互換性を、ある程度保った。 コードセプスロジックボードを採用した。68000系搭載のパフォーマーとの区別を明確にするため、モデル番号は4桁とされた。ラインアップの充実を図るため、当時のミドルレンジだったパワーマッキントッシュ7500シリーズよりも一回り、小型の横置きデスクトップ筐体を採用したパフォーマー6210も発売された。ただし、ロジックボード等は、 5XXX シリーズと共用でデスクトップならではの拡張性などは高くなかった。インターネットの普及例明期となり、モデムを標準搭載するようになった。また、テレビチューナーを内蔵し、赤外線リモコンを持つものも発売された。第2世代のパワーマッキントッシュシリーズが採用した p c i バスによる拡張スロットが、 マックでも一般化したため、途中でロジックボードがアルケミーに変更され、PDS スロットを廃止し、PCI スロットを一気備えるものとなった。一体型筐体色をブラックとした5420が発売されたが、構造は従前のままであったため、PCI スロットのフル規格である12インチ長のボードは搭載できず、6インチ以下のものに限定された。しかし、 実際には12インチボードが搭載できないことによる制約はそれほど深刻ではなかった。一方、セパレート構成のものはミニタワー型の6410、6420に変更された。こちらは PCI スロットを2機備える。パフォーマ製品ラインの存在は、同社の他の製品ラインとの間で競合を起こしており、生産管理のミスで大幅な赤字で、 在庫処分をせざるを得なくなり、マイケル・スピンドラーが更迭されギルアメリオへの CEO 交代劇を起こした。スティーブ・ジョブズがアップルの経営に復帰した後にパフォーマーは廃止され、コンシューマー向け製品ラインはデスクトップモデルの iMac とノートブックモデルの iBook に再構成された。パフォーマー460パフォーマー6300パフォーマー6400先は パフォーマンスシリーズとしてのモデル、浮きは、同一モデルないし、ベースモデル。なお、日本で販売されなかったモデルも含む。1992年、1993年、1994年、1995年、1994年、1995年、1995年1996年。ありがとうございます。